サンドイッチ買ってきたわ。あとこれ。何ですか？勲章だって。日だまりの家の子たちが作ってくれたのよ。千年前に敵対していた人類を守るべき民と規定してしまったが、魔王に敬意を払う者は誰であろうと庇護しなくてはな。ところでレオ君、あの聖剣を使うと血を消耗するみたいで。まあそうでしょうね。だからその欲しくなって。我慢するんじゃなかったんですか？もう意地悪。わかりました。少しだけですよ。ごめんね。お嬢様、少年の様子は…レギーナ。お嬢様、少年と何を。あの見舞いに来たのだが、折りやしく野暮なことをしてしまった。あのね、セリア、そういうのは寮の規則違反になるのよ。違うんです。看病してただけ